ののバラ色日日曜日でございます、えー、突然ね今日はね他局のお話で申し訳ございませんのですけれどもね4月からね NHK のね E テレの番組でね「日本語で遊ぼ」っていう番組がございましてねそこへね当分の間4月から出演させていただくことになりましたねもうとにかくある程度の,あの収録が終わったんですけれどもね そもそもね、私にお話しくださったのはね、あの、明治大学の教授でね、あの、言葉の名人でいらっしゃる、斎藤隆さん。あの方は大好きでね、よく私の芝居も、コンサートも来てくださるし、行き来があるんですね。私も大好きなお人柄なんですけど、なんとね、斎藤さんからね、お話でオファーがあって、ね、斎藤さんがずっと受け持ってらっしゃるんですね。 どうしても無限に断れないこともありましてねでそれで、まあ、スケジュールがちょっと大変は大変なんですけれどもねで OK させていただいたんです、えー、私のキャラクターはね太陽のキャラクターなんですよ三輪さんって言って三輪はひらがなでね三はねカタカナでございましてね三、えー、はつまり太陽という意味がございますしね英語でね で、ミオハさんの声を担当しているんですけれどもね。で、子供たちにね、名文をいろいろと紹介する役なんですね。うん。では、ね、指定オファーを受けた理由としましてはね、私はね、もう前からね、午前中はね、いろいろ支度してますけれどもね、えー、それしながらね、養子にな、必ずね、テレビは、まあ、各局見ることは見るんですけど、ね、主に、 ほとんんど子供番組を見てるんですよねでやっぱりねあの朝からねマガマガしい大人のニュースだとかそういうものをれると気分が一日悪いでしょだから子供の番組だとねそう言って私ね世の中で一番好きな赤ちゃんとねそれからちょちちょちしてるね幼い幼児とかねそういうものの動きですよねそしてまたね あの、NHK のね、あの、スタッフがいいんでしょうね。あの、衣装とかね、あの、まあ、とにかくいろんなアイディアとかね、そういうものを出す人がね、ちょっと遠ぼけててね、ユーモラスでね、すごく面白いんですよね。うん。だから、あの、ヘンテクリな何なとか体操っていうのもね、面白かったですしね。体操のお兄さんみたいなのを囲んで、のお姉さんみたいなのがちょっといて、 で、ちっちゃい子供ちょこ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 動き回ったんでしょで、ちっちゃなね、本当の豆のような靴を履いてたりね、あのまん丸なお手手をね、もみじの上に開けたり。で、きょとんとして、何にもね、私利私欲がないんですよね。天真爛漫でしょあれ見てるとね、本当に心が現れるし、楽しくなるんだね。だから午前中が機嫌よく過ごせるもんですからね。 でまたね企画がね本当にとぼけててユーモラスで面白いんですよねあれ私大好きでねまあそれでね私はあお受けしたんですよあの皆様ねその4月から私がねお天道様の役やってますんで、えー、よろしければご覧いただきたいと思っております